消費者庁によりますとトラブルはコインパーキングの最大料金の適用条件をめぐって発生しています最大24時間2000円と表示されているものの最大料金が繰り返し適用できるかどうか記載がなかった駐車場で消費者が1日当たり2000円だと誤認し3日間利用したところ6000円ではなく 数万円の請求をされたケースもあります消費者庁は最大料金は当日限りといった適用期間に関する記載がない事業者は景品表示法違反の恐れがあるとしていますまた24時間以降は1時間ごとに料金が加算されるケースもあり消費者は料金表示をよく確認するようにと注意を呼びかけています